保原町は、福島県伊達郡にあった町である。2006年1月1日、同じ伊達郡の伊達町、柳川町、両前町、月伊達町と合併して、伊達市となった。市役所本庁舎は、旧保原町役場、文庁舎は、旧柳川町役場となり、旧伊達町、旧両前町、旧月伊達町の役場は、市役所支所となった。 ほばら町は、新立平野の東部に位置し、県と福島市に隣接する町である。1955年、ほばら、大田、上ほばら、柱沢、不正の一町四、村が合併。東に、阿武隈山系の霊山、西に、東連峰、北には、宮城県境の山々を望み、西北を阿武隈川が北に流れている。阿武隈川流域は、 古くから養蚕地として明け、小原町は新立平野の木糸の集産地、回顧取引の中心地として栄えた。現在は地場産業であるニット製造業に加え、誘致企業を中心とした電子機器関連工場が町の機関産業として定着している。小原町の平地は豊かな水田地帯で、県北の国草地帯の一部となっている。また、恵まれた 肥沃などを生かして、明治、大正時代からリンゴ、桃、プラム、柿などの果樹栽培が始まり、特に質の良い桃は全国に福島の桃の評価を高め、年間4000トンの生産量を誇っている。国道349号線沿いに位置し、阿武熊急行で、県と福島に20分、東京に約120分の充実したアクセスは、豊かな自然の中でのビジネス。 都市型生活を可能にし、自然と共存する新時代の町として成長し続けている。保原町出身の太宰文蔵保原には、縄文、弥生、古墳時代の土器や石器、住居跡などが町内のあちこちにあり、古くから人々が住んでいたことがわかる。また、5から7世紀と推定される、大泉水保古墳群跡は、古墳、円墳、 前方公園墳が集中する大変珍しい遺跡である。鎌倉時代初期には、伊達家の子祖、伊達友宗が、源の頼朝から伊達軍を配慮し、高高高岡城を築いた。小高い丘にあるその城址から、伊達平野が一望できる。戦国時代には、伊達市の家臣、中島伊勢がほ原に入る。中島氏は、輝き州時代に、 相馬市との戦いで活躍して、賀郡金山城を賜って移った。現在の陣野通りの北東には、小原城が築かれ、桃山時代に合図に入部した上杉影勝は、小原城の改築を行っている。江戸時代には引き続き上杉氏米沢藩の所領となり、小原城は大石氏が居城した。城の内、鉄砲町などの地名は、 城下町の名残を留めている。小原城主の大石綱元と軍大の平林、正常は、開殿、陽水関の改作を積極的に奨励した。小原の肝入り、渡辺新左衛門及び、柳川大官、堀江横井門野らは、慶長十年、伊佐古関を築き上げ、小原地方の肥沃な田畑の基礎を作っている。1636年には、大石氏に代わり、 式道が、小原城の城代となって派遣された。漢文4年、上杉綱則が後継者を決めぬまま休止し、本来ならば、海域になるところを、平義仲の長男、綱則を養子を迎えることによって、上杉家の存続が認められるという騒動の際に、上杉城は30万国から15万国となり、小原地方を含む伊達軍は没収され、天領となった。この時、 小原城も廃城となったと言われる。官方2年には白川藩の大官所として小原陣屋が設けられ、小原地方の17家村がこの支配に属した。この頃、毎月ごと10の日に町通りに市が立ち、ギートや真綿が売買され、小原は商人の町として大きく発展した。福島県歴史資料館収蔵資料目録35集。ありがとうございます。